ワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声ネットを配信しています。FM ギノワのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様ご視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加してくださいね。よろしくお願いいたします。そして今日はもう一人ですね、株式会社ワイズから竹富さんにお越しいただいております。それでは竹富さん、自己紹介とこのレッツウチナ DX のですね、番組紹介をお願いいたします。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。株式会社ワイズの竹富と申します。まあ、一応このリスナーさんに聞いてもらってるので、あだ名で呼ばれたいなっていうのがありまして、はい、はい、いいですか。ティー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 会社また店舗の PR をリスナー様にお届けする番組でございます。またですね、この DX の事例などお話とかですね、させていただければと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、面白い自己紹介と、ね、番組紹介をしていただきましたけれどもありがとうございます。はい、はい、それではですね、本日はゲストの方をお呼びしておりますので、そちらもご紹介していきたいと思います。記念すべき第1回目のゲストですね。はい、株式会社田中商店の田中大輔さんにお越しいただいております。田中さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、この、まあ、店舗のことであったりとか、この企業のことだったりとか、はい、そういったことについていろいろとお伺いしていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。で、この株式会社田中商店さんですね、飲食店を何店舗か展開しておりまして、例えばデンスケ商店さんだったりとか ね、はい、足取りさん、デンコちゃんとか、勝手に仕上がれというお店だったりとか、皆さんも一度はですね、足を運んだことがあるお店もあるのではないでしょうか。そういった方のですね、田中大輔さんのお話を今回はいろいろと聞いていきたいなと思っております。はい、お願いします。はい、ではですね、早速ちょっといろいろご質問をさせていただこうと思うんですけれども、はい、まずこの、例えばこの会社を立ち上げた経緯であったりとか、はい、この名前の由来ですね、はい、そういったものをお伺いしていきたいんですけれども、はい、いかがですか。そうですね、立ち上げた経緯はもともと僕東京出身なんですけど。そうなんですね。そうなんですよ。で、東京で働いてる時にちょっとお店やらないかって話があって、で、それから沖縄来たのが、まあ、最初で、はい、で、まあ最初はもうずっと、もう1店舗でずっと個人でやってたんですけど、で、まあ、途中で、まあ、会社というか法人になって、はい、で、まあ、田中商店っていう名前をつけたんですけど、まあ、この田中商店っていうのはもうちょっと、もうなんていうのかな、まあ、かっこいい名前つけたかったんですけど今一般的にね、はい、だけど、まあ、うちはちょっとこう、まあ、いつまでも大きくなっても、はい、まあ、商店のあったかさっていうか、はい、まあ、そういうのを残しながらやっていきたいなっていうのもあったんで、まあ、そういう名前つけてやってます。ちなみにこの初めちょっと個人で、ね、はい、1店舗でやられてたっていうことなんですけれども、はい、この何ですかね、この展開するきっかけみたいなのってあったんですか。うん、そうですね、僕ももともと職人だったんで、あんまり店舗を展開するっていうのはちょっと考えてなくて、はい、まあ、ずっと1店舗でずっと自分のやりたい店やりたいなって思ってたんですけど、はい、まあ、ちょっとたまたまその、まあ、うちの従業員が、まあ、将来自分の店をやりたいっていう話をいろいろ相談されたタイミングがあって、はい、まあ、その時にやっぱその、まあ、そういう夢も、まあ、叶えてあげる場所にしないといけないなっていうのがあって、それからちょっと店舗展開をするようになったっていうのが、はい、すごいいい話ですね従業員のそういった声があったっていう。そうですね、はい、なるほど。それでもいろいろ展開されて、今はじゃあ何店舗ぐらいまで広がったんですか。そうですね、今会社直営でやってるのが6 で、はい、で、今そういうフランチャイズとかのれん分けっていう形で今3店舗ですね、うん、全部で9店舗になってますね。なるほど、うん、すごいですね。そこから1店舗からだんだん拡大していって。そうですね、はい、ちなみにこの、うん、沖縄にね、もともと東京出身だったっていう話だったんですけれども、はいはい、沖縄は来たいともともと思われてたとか、うん、そういったことはあるんですか。いや、実は真逆でですね。え、そうなんですか。うち親が北海道なんですよ。だから自分もその北海道30歳になった時に、はい、東京出て北海道でお店をやりたいってずっと思ってて、で、たまたま前のその1年前の29の時にその沖縄でっていう話が
たまたま来て、はい、あこれもしかしたらでもこれもタイミングだなと思って、はい、まあ真逆だけど行ってみるかと思って来たのが最初なんですね。すごいですね。もともと自分が出したかったお店は北海道で行き、ね、思ってたけどっていうそうなんですよ、ね、はい、それが沖縄来ちゃいました。いやでもすごいですね。なんかそういったきっかけがないとね、今ここまでこう展開を、ね、できてなかったかもしれないですし、すごいですね。ある意味チャンスをつかんだと言えるかもしれないですね。ちなみにその沖縄にいらっしゃってから1店舗目オープンさせて展開してってことだったんですけども、はい、実際この起業してというか開業してからは何年目になるんですか。今がちょうど16年目ですね。あ、16年目、はい、うん、ありますね。なるほど。じゃあこのそうですね、展開をしていったのがな、来てから何年目とかですか。うん、7年目、8年目ぐらいですね。8年目に展開し始めたって感じですね。だから最初の7年間8年間はずっと1店舗でやってました。はいはい、ちなみに初めの1店舗はどちらのお店になるんでしょうか。那覇のですね、バスターミナルの、はい、真向かいにあるんですけど、はいはい、足取泉崎っていう店舗で、そこが1店舗目ですね。なるほど、そこからスタートをした感じなんですね。そうです、はい、なるほど、そこからも展開をしていったということで、はい、なるほど、分かりました。ちなみにそうですね、まあ、今後、まあ、このこういうこと考えてるだったりとか、まあ、ちょっとコンセプトっていうところもですね、いろいろとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、ちょっとですねこちらは結構じっくりお話を個人的に伺っていきたいなと思いますので、はい、一旦先にですねちょっと CM の方を挟ませていただいて、その後にいろいろとご質問をさせていただければなと思っておりますので、はい、では一度 CM の方ですね挟ませていただきます。はい、難しいです。なんかくるくるして、あこっちこの。そう、うん、あ、分かった。こうだ。そう、私もくるくるしてて全然なんかくるくるしてなくて。できた。俺も田中だから T だから T ってやった方が良かったかなと。ティナカですって言えばよかった。ティナカさん。あ、もうそろそろですか？まだですか。あ、わかりました。ティナカ面白いですね。頭文字が T だから兄弟ですから。じゃあ音楽終わってから。はい、CM を開けまして、改めてですね、今日は株式会社田中商店の田中大輔さんをお呼びしております。はい、先ほどですね会社の、立ち上げた経緯であったりとか、お名前の由来であったりとか、あと、まあ、何年目なのかとか、そういったことをお伺いしてまいりましたが、ここからはですねちょっと私が一番気になっているというか興味があるところでもあるんですけれども、はい、この企業のコンセプトであったりとか、このアピールポイント、なんかちょっと今後こういうこと考えてるとか、何かそういったものがあればお伺いしていきたいなと思ってるんですけど、はい、そうですね、コンセプト、まあ、うちの会社ってちょっと業態が、まあ、いくつかあるんですけど、はい、まあ、一つがそのさっきも言った本店の足取りっていう、これは焼き鳥屋さんなんですけど、はい、まあ、焼き鳥とか、まあ、その旬の食材とか、まあ、県外のお魚仕入れたりとかして、まあ、そういうちょっと、まあ、ゆったりくつろぎながら飲んでいただけるっていうか、そういうコンセプトのお店と、まあ、あとデンスケ商店っていう、まあ、大衆酒場で、もうここはもうみんなガチャガチャ、もうガチャガチャしながら飲むような感じのお店と、そちらに関してはね、株式会社ワイズのメンバーもしょっちゅう利用させていただいてるお店になります。まあまあ、はい、もうそんな感じ。まあ一応それが大体こう、まあ、主力というか、はい、な感じでやってまして、で、まあ、あと、まあ、まあそれ以外にもその最近だとその那覇ののれん街のでんこちゃんってちょっと洋食っぽいお店もやったりとか、はい、まあ、そんな感じでやってますね。はい、で、あと、まあ、最近はそのちょっと宜野湾の方にもあるんですけど、はい、ピザスケっていう、
ピザですか。そうです、ピザの自動販売機なんですけど。え、すごいですね、自動、はい、ピザの自動販売機。そうなんですよ、これちょっと国産 の機械というか、はい、国内のメーカーさんが作った機械 で、はい、でこれ沖縄が日本で初めての展開でやってるんですよね。はい、じゃ全国沖縄でしかない。そうです、今ようやくその製造メーカーが広島にあるんですけど、はい、広島にも1台設置され始めて、展開のスタートが沖縄からだったん でこれをちょっとうちの会社がやらせてもらって、はい、で今まあ、沖縄県内に5台あるんですけど、はい、宜野湾エリアだと、はい、宜野湾 の330のところに、はいはい、コインランドリーというかあるんですけど、はい、布団巻きの次郎って、はい、まあ、そこにあります。今少し小声で言われましたね。ちょっといろいろ言ってもいいのかなと思って。ちょっとそうですね、はい、そこにとかにもありますんで、はい。ちなみに他のエリアだとどういったところに設置されてるんですか。あとはそうですね、糸満、読谷、はい、あと那覇に2箇所、はい、っていう感じで、今中部から下、まあ、南部の方にかけてなんですけど、はいはいはい、まあ、これからちょっと少しずつ上の方にも行こうかなとは思ってます、はい。まあね、個人的には私読谷出身なので読谷に1台あるっていうのはすごく嬉しいことではあるんですけども。読谷 T ですね。はい、レンタルビデオとかの T さん、 T さんのところ、なんか今日は T さんが多いですね。そう、 T さん多いワイズの T とみさんと田中書店の T、 T 中ですね、 T 中さん。いや、めちゃくちゃ嬉しいですこれ使って。今後ね、田中さんを自己紹介の時にそれを名乗らないといけなくなっちゃう。あとで教えてください。ちっちゃいって言うかもしれません。ちなみにこの、あんまりこの想像がつかないんですけれども、うん、このピザ その自動販売機って、うん、はい、まあ、お金を入れて出てくるっていうのだと思うんですけれども、はいはいはい、中で温めてるというか、なんかこの製造で焼いてるというか、どういったものなんですか。そうですね、中に一人人が入ってまして。何ですか。まあ、嘘ですけどね。一日中ね、大変だって思う。まあ、なんかストックされる冷凍庫あって、あ、はいはい、で真ん中にちゃんと焼き上げるオーブンがついてて、で、まあ、ちゃんとも焼き上がった後に、まあ、しっかりピザのこう箱に入って出てくる感じ。箱に入ってくるんですか。そうです、そうです。これちなみにサイズってどれぐらいの大きさなんですか。24センチですね。今現在出してるの、まあ、ちょっとこの後いろいろな商品も出していく予定なんで、まあ、それによって若干いろいろ変わるんですけど、はい、今24センチで、まあ、大体 2人で食べてちょっといいかなぐらいの感じ。結構本当にいい感じの大きさというかサイズ感はあるんですね。ちなみになんか今後またね、はい、いろいろ考えてるってこと、ピザ以外にも考えられてるんですか。それともピザで種類を増やすんですか。そうですね、基本的にはとりあえずピザの種類をいろいろこうご当地ピザを入れてみたりとか、まあ、なんかそういう、ね、はい、そういうのもちょっと今考えてるところで。すごい、はい、面白そう。そうなんですよ、はい、そんな感じです。ぜひ。そうですね、はい、手裏駅にもあったんで、はい、ぜひ。あ、モノレールの指令駅のところに。そうですね、降りてすぐのところにあるんで、はい、いいですね。いつも買いたいなと思ったら12時で扉が開かなくて。あ、そうです。営業時間そこはなんか建物の中なんで。あ、そうなんですね。はい、まあ、宜野湾、それこそ宜野湾とか、あと糸満の方とか、あと坪川の方にも、那覇の坪川の方にもあるんですけど、そこはもう24時間稼働してるんで。嬉しい、うん、じゃあそこまで寄って帰りましょう。田上さん寄りながら。はい、私もですね、ちょっと実家の近くなので、ちょっとそこも買って、はい、食べてみたいなと思います。ありがとうございます。初めて見るので、うん、はい、ぜひね、ちょっとツイッターとかインスタにも上げさせてもらいます。ああ、もうバンバン上げてください。ピザの自動販売機ということで。珍しいですね。ね、ありがとうございます。すごいですね、本当に飲食店ってお店のみならず、そういった展開をされてるということで。面白いお話を聞かせていただきましたね。はい、はい、ちなみに今この起業してもう本当にね、もう十何年と経ってると思うんですけれども、はい、この期間を経て立ち上げてよかったなって思ったこととか、逆にこれちょっと大変だったなっていうところもお伺いしたいんですけど、何かありましたか。ね、まあ、もう今16年やってるんで、まあ、そのまあまあ毎年毎年というか、その創業当時と、はい、まあ、今とこう、まあ大変なことも、うん、まあ、そのまあ良かったなって思うことも、まあ、ちょっと感じるものが少しずつやっぱ変わってきたりもするんですけど、まあ、創業当時はなんか大変だったなって
っていうことよりも、はい、もう自分のお店がモテるとか、もうこんなことやりたかった場所がついにこうできたとか、もうそういう喜びの方が強くて、もうだからもう最初の半年とか下手したら1年ぐらいなんかもう 休みとかも ないというか、はい、まあ、定休日とか作ってたんですけど、はい、まあ、定休日でもお店行って、うん、あこんなこともやろうあんなこともやろうみたいな、はい、まあ、でもそれが大変だったかって言われるとそんなに大変でもなかったんですよね。やりたいことだったんでも全然、うん、まあ、でもそんなことしながら、まあ、やってて、まあね、大変なことで言えばそれこそ去年とかが一番大変だったのかなっていう。あ、コロナが。そうですね。まあ本当去年はそんなの対応しながら1年があっという間に終わっちゃったみたいな、うん、まあでもその中でも去年もね、その那覇とかにも新しいお店作れたりとかもしたんで、まあやれることはやれたかなっていうぐらいな感じですけどね。だから特に大変なことってまあなんかあるとは思うんですけど多分あの、はい、あの今日飲みながら思い出しながらやるぐらいじゃないと時間が取れないんで、大変なことも多分きっと。じゃ田中さんの中ではやっぱりなんか喜びというか、 なんかそういった楽しさというか、うん、そういったものの方が強かったっていうか、うん、だからもう逆に言うとその16年経って最近っていうか、まあ近頃はですけど、はい、まあ、その本当にその飲食店って若いスタッフが多いじゃないですか。あ、そうですね、うん、でやっぱその、ね、はい、若いスタッフがこの飲食店で、まあ、最初はバイトしようぐらいの感じで入ってきてくれるんですけど、はい、まあ、いや働いてみてやっぱ楽しいなと思ってくれて、うんうん、で、まあ、例えば高卒で就職してくれる子たちとかも出始めたりとか、うちもし始めたんで、はい、まあ、そういう風になってきてくれてることが、まあ、すごい最近はそういうのが嬉しかったりとかしますね。でもアルバイトで入ってやっぱ楽しいと思ってもらえて、やっぱここで働きたいって思ってくれたってことですもんね。そうですね、やっぱそういう人材をやっぱり一人でも多く作れてるってことがやっぱり嬉しいなとは思いますけどね。それはなんかね、想像しただけでもすごい嬉しくなりそうな感じですね。いいな、うん、へ、なるほど。まあ、この田中さんはですね、まあ、ここに今今日ね参加していただいた竹富さん、はいはい、とのつながりで今、はい、ここに、はい、まあ、来ていただいているということなんですけれども、はい、まあ、DX っていう、まあ、このアナログからデジタルにっていうようなデジタルトランスフォーメーションなんですけれども、はい、ちなみにこの田中さんのところでは今何を使われてるんですかね。あ、そうですね、 Google MEO 対策っていうのをやってるんですけど、はいはい、この Google MEO 対策っていうのが、はい、皆さんスマホとかで居酒屋探すとき、宜野湾市居酒屋とかで検索されるじゃないですか。それを地図上で3位以内に上げるような対策なんですけど、こちら弊社やってまして、それで田中さんとお付き合いしてる形ですね。あれですか、なんか本当によく使うというか、やっぱそうですね、あの名称じゃなくて地域とどういうのも食べたいとかで、マークに出てくるよっていうような、はいはい、なるほど、あのそのサービスをやられてるということで。そうですね、あのちょっとおすすめしてもらったんで、はい、なんか実際にやってみました。どうですか、なんか、うん、やってみて。そうですね、あの去年ぐらいですね、はい、去年ぐらいからちょっといろいろその準備してもらって、で実際お試し期間みたいな感じでやらせてもらったんですけど、はい、まあ、確かにその店舗によってすごいこうなんていうのかな、こう、まあ、いろいろ結果も出してもらって、レポートみたいなのも、まあね、出てくるってことですか、うんうん、でもあのやっぱりそのすごい効果出てる店舗とかも、うん、まあ、あるんで、もうそこはもうちゃんとやらせてもらおうかなと思って今、うん、はい、お願いしてやってもらってるところなんですけど。なるほど。じゃ去年ということは本当にもうコロナ禍の、そうですね、時にということですよね、うんうん、なるほど、なるほど、うん、そうですね。で MEO のこのいいところが、うん、マイビジネスの情報の中でこのコロナの対策してますだったりとか、はい、この従業員の体温チェックだったりとか、と入り口に消毒液置いてますよとかいったアピールとかもできるので。あ、なるほど、はい、じゃあこのユーザーというか調べた方がそういった対策もちゃんとされてるっていうのが見てわかるっていうことですか。はい、と営業時間とかも随時変わればその時に情報更新していくので、はい、今ここ今テイクアウトやってたりとか、はい、この時間テイクアウトやってるんだっていうのもあの Google ですぐわかるので、はい、一時グルメサイトに飛ばなくてもすぐ分かれてるところで、それはすごく便利ですね、うん、はい、そうですね、はい、
私も今結構この検索エンジンって Google さんを使っていることがやっぱり多いんですけど、うんはい、例えばまあスマートフォンとか、うんまあ、検索というかインターネット開いたら基本的に Google さんが出たり設定されてる、ねうん、ことも多かったりするので、うんそれで調べられるのはすごく便利かもしれないです、うん、世界の Google ですからもう、はい、世界の Google びっくりして、ガーファの話をしてくれたかと思いました。わかりました。ありがとうございます。まあね、はい、まあ、今後とも弊社の竹富さんをですね、またよろしく。はい、もう近々ゴルフも行く約束してるんで。あ、そうなんですか。あ、田中さんもゴルフお好きなんですか。あ、もう好きですね。下手ですけど。そうですね。竹富さんはゴルフをね、そうですね、よくやられるので。はい、週末はゴルフの練習かラウンド行ってるんで、そうなんですね、田中さん一緒に行きましょうって去年からずっと言ってるんで、今年こそは。じゃあついにですか、はい、そうですね、あ、行くことが決定したということで、いいですね、ミニコンペ開きます、はい、いいですね、楽しそうですね、はい、そういうのもね、はいはい、まあ、そういったところでなんかね、他の例えば会社だけじゃなくてもこの店舗間のつながりとかもいろいろできていきそうですもん ね、はい、そうですね、そういった集まり設けていけば、なるほど、いいですね、なんか楽しそうだなと思って、羨ましいなと思ってます。一緒に行きましょう、やりましょう。大丈夫ですか、めちゃくちゃゴルフ初心者ですけれども、はい、当たるかどうかもわからないんですが、その時はもう投げますか。投げてついてっていいのであれば大丈夫です、ぜひぜひ、はい、ちょっと呼んでください。もし本当に呼んでくださるのであればちょっと練習します。ありがとうございます。はい、ではそれではですね、ちょっとね、楽しい時間もちょっともう時間もね、はい、なくなってきましたので、はい、ちょっとですね、ここで会社のご紹介といいますか、 YG のことについてもちょっとご紹介をしていきたいなというふうに思っております。で、今ですね、まあ、レッツうちの DX のお時間をお届けしてるんですけれども、今回は田中商店の田中大輔さんをお呼びしておりますが、今後もですね、YG の何か商談を入れてくださった方であったりとか、つながりのある方々をですね、お招きをして、このラジオでこういった経緯であったりとか、このコンセプトであったりとか、お店や企業のですね、ご紹介っていうのをしていきたいと思っておりますので、もしこういったまあラジオでお話ししたいよとかで、ちょっと DX ですね、ちょっと IT 化っていうところにちょっと興味があるっていう方はですね、まあ今からお伝えするホームページであったりとか、お電話番号にですね、ご連絡をいただければと思っております。で、弊社 WISE ではですね、このワイズクラウドというものや、あと株式会社ワイズのホームページからもですね、お問い合わせフォームからご連絡することもできまして、お電話番号はですね、フリーダイヤルになるんですけれども、こちらのまあ番号にご連絡していただくと、株式会社ワイズの沖縄の社員の方がですね、お対応してくださいますので、まあ、こういったラジオに興味がある、 IT 化に興味があるよという方はですね、ぜひご連絡いただければなと思います。お電話番号が0120-958-775 0120-958-775 ですね、こちらのフリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。で、またですね、株式会社ワイズ沖縄ではですね、沖縄企業チョイスというようなですね、まあ、起業をされる方、今から目指しているっていう方をですね、応援するウェブサイトも開設しておりまして、そちらでですね、例えばインタビューなど受けていただいた方に関しては、名刺を無料でお作りしているというサービスもやっておりますので、そういったお問い合わせもですね、何かございましたら、先ほどのフリーダイヤルもしくは企業チョイス、まあ、ホームページの方からですね、お問い合わせをいただければなというふうに思っております。またワイズではですね、一緒に働く仲間も募集をしておりまして、こちら新卒採用、中途採用問わずですね、通年採用という形で募集をしておりますので、ちょっとお話聞いてみたいなとかいう方がいらっしゃいましたら、こちらも会社ホームページからのお問い合わせ、もしくはインスタグラムやツイッターもですね、 SNS もやっておりますので、インスタグラムであればワイズ沖縄、ツイッターであればワイズ岡原で検索をいただくと出てまいりますので、 DM であったりとか、そういったところからお気軽にご連絡いただければ、会社説明も個別で受けておりますので、まあ、いつでもご連絡いただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まもなく終了のお時間になりますが、はい、ではね、お二人にちょっと感想を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、ではゲストで来ていただきました田中商店の田中大輔さんですね、はい、今日ご参加してみていかがでしたでしょうか。
楽しかったです。本当ですか、はい、なかなかできない経験なのでね、楽しかったです、はい、ちなみにラジオ初めてですか？いや、多分3回目ぐらいなんですけど。そうなんですね、はい、そうなんですよ、はい、楽しかったです。年一で呼んでください。そうですね、なんか定期的にね、もしかしたらお声かけいただくかもしれない。では竹富さん、いかがでしたか？あ、田中さん本当にありがとうございます。いいえ、ちょ、初めての生放送ということで緊張したんですけど、まあ、この企業のことをより一層田中商店のこと好きになりましたし、はい、またいろんな店舗の企業さんの魅力を伝えていけたらと思いました。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、レッツウチナー DX にご参加いただける方もまた随時募集をしておりますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今コメントが来てました。あ、こんにちは。こんにちは。終わっちゃいました。ごめんなさい。ありがとうございました。ありがとうございます。